いやだ、いや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 、これは多すぎます。ドラゴンが一線を越えた。それは正しい。そして彼ははるかに意見を超えました。わしたちは前回以上のエピソードを思ってますが、これまでのところわしたちはケノコロを何も知りません。いつまで教えてください。いつまで、そして彼が出てきても200、300話ごとにケノは待ってます。なぜ兄弟、話すのは恥ずかしいですか。彼らはあなたに脚本を与えてくれませんでしたが、彼らはあなたに何か読むものを与えてくれませんでしたか。コアラや空襲でも話す、それとも手に入るのに苦労してるんですか。でも今日は全てを明らかにします。今日はあなたの秘密を明らかにします。モンキーレドラゴン。親愛なる視聴者の皆さん、平和を祈りますように。クリップが好きならいいね、気に入らない場合はビデオを共有してください。あなたの兄弟と一緒に、もしかしたら彼らはそれを処理できるかもしれない。今日のエピソードはこの茶色のアダムについて、給料を全額受け取るこの人について、そして彼は椅子の上でリラックスするだけです。兄弟、主を恐れてください。かわいそうなクマは切り取られて降って試験を受けました。彼の暇かから小さな子供たちが出てきました。ははは。そして今まで私たちはあなたから何も見ていません。でも私の理論はラフィのお父さんだけではありません。しかしまたロビンの父親で、この情報は最初は奇妙に思えるかもしれないことを知ってます。でも聞いてください、私の言うことを聞いてください。ロビン、彼女の父親は不明です。彼らは演技師お腹ダウンでは、それロビンの子供の頃、彼女の父は旅行者でした。これは兄、私の友人、彼は子供たちを連れてきて忘れてしまいます。そして他の人に育てさせてください。これが本当ならで、それは意味し、あのロビンは何ですか。ルーフィのマイ、ロビンハラフィの子かもしれません。想像してみ、それはスターウォーズの物語のようなものです。レイヤーガルクスカイオーカーの生まれであることが判明したとき、最後にそれが理論であることは知ってますが、ノーという人もいるかもしれません。奇妙な話を発明しないでください、アラブさん。しかし奇妙な部分はここにありません。奇妙なことにドラゴンはお腹の影者のムッサキ、それらの間には大きな類似点があります。シオッと覚えているなら、クラゴのワイコロの科学者はドラゴンに似ていました。そして今私たちは知ってます。開始、ダミの鬼学者の死は移動する。もし彼が彼らと強い関係を持っていなかったら、なぜケアオレラの死の知らせを聞いた瞬間に彼らのところに来たのでしょうか。私たちは人のことを話してます。常に旅行してる人、彼らは懐かしいことがない限りダウンに戻らないだろう。その場所、そして私たちはそれも見ました。彼には巨人がいた。網から本を取り出すために、でもドラゴンは一人でした。手紙を訪れた時、同性愛者の王、そして彼には革命軍の誰もいなかった。今の段階で革命軍はまだ確立されたんでしょうか。そして彼は知ってましたが、古い亡国の歴史について。その時、それとも彼は本を読んだ後にそれを知ってましたか。それとも彼は本を読んだ後にそれを知ってましたか。彼らがユデから彼らを連れ出した、これが何を意味するか知ってますか。巨人たちがその本を集めて素晴らしい図書館を設立したこと、エルバフで、そしてルフィとギャングはこの図書館に到着するつもりです。彼らがエルバフに到達したら彼らは学ぶでしょう。キーレの秘密、コンバイシジ、シャンクも彼らと一緒にいて彼らに物語を話すかもしれません。ゴールドロガ、そしてラフテル、そしてシャンクについて演技しながら、次のエピソードではシャンクの秘密を明らかにします。はい、あなたの秘密を明らかにします。あなたは友達から遠くない。あなたは舞台力で働いてます。誰もあなたのことを知らないと思いますか。いいや、中あなたを見てます。知能もうあなたにかかってます。しかし私を困惑させる質問で、なぜ外軍なの、本を家に置いたの、何か奇妙なことですよね。コメントにあなたの意見を書いてください。それは下の脚本を書く大差だったのでしょうか。それとも彼らを強制した理由があったのか。
本を残すために見てくれてありがとう。このエピソードを願ってます。好奇心を刺激しました。次のエピソードで会いましょう。ピノヘイは慈悲、祝福があなたにあれば良いでしょう。